はいどうも、ヌールカでーす。メビウスファイナルファンタジー、前回の続きからやっていきまーす。今回は、今、必死に、こう、スキルシード集めをしてる最中なんですけど、私の、スキルシード集めの、ポイントを、ご紹介できたらなと思っております。はい。あらららら。お、よいしょ。今、4色集めてます。火、風、水、土と。で、その編成が、まあ、今、自分でできる中で最大として、まあ、今、ドラゴンロード、やっとドラゴンロードになれたんですけど、この集会のおかげで。で、ドラゴンロードの方では、まあ、火だけじゃなくて土も集められるように。ちょっと、火と土がミックスされたような編成をとってます。で、アサシンはもう水。完全に水。白虎が、水と風ですね。で、こいつが、なんだっけこいつ。ファンフリートが水と火と、になってるんだけど、あとは、チャリオットと、あと、シルフ?ピクシーか。が、両方とも水のシードしか生み出さないと。それと、まだ風の周回はしてないんですけど、風の方は、暗黒騎士で、回ろうと思って、こういう編成組んでます。こっちはゼファー、星音があるんで、他のやつよりも、デッキよりも、風のシードを生み出せる量が多いんですよね。で、土はこの編成です。白魔導士で回ってます。じゃあ、早速、回ってる、場所ですね。ご紹介したいと思います。まずは土なんですけど、私はこの暁、探索セカンド。探索セカンドのハードの、暴虐のエルダラドのハードの、この暁のフォローですね。場所的には、ここら辺です。で、やります。大体、オートでやってるんですけど、オートじゃなければ、もうほぼ勝てますね。私はオートでやってるから、たまに負けるときあるんですよ。こんな感じで、ほとんどこう風の属性で出てくるんで。10万スコアぐらいしか稼げないんですよ。この白魔導士の能力だと。なんですけど、それでも、スキルシード1000レベルで、手に入ります。
あーやべ、マインドブラスト食らった。あぶね。あー、スシフトで、コメット。こんな感じですかね。あ、そうか、1000いかねえのか。そうか、日曜日だから1000いってたんだですね。まあこんな感じです。これでまあ周回してます。スタミナ9で、まあ今840なんで、まあスタミナ1に対して90ぐらいですかね。もうちょっと高スコア出せるようになると、まあいい、やりやすいと思います。じゃあ続いて、水のシード集め。は、ここの、祈りの道1で行ってまーす。ということで、いきまーす。遅い。バトル3で終わるんで、まあ、結構あっという間に終わります。だからスタミナ消費も激しいです。こんな感じでサクッと。ここも同じぐらいですね。まあ実際20万ぐらいいかないと1000はちょっと越せない感じですね。風のシードは、この夕暮れの塔で、メタルマイト稼ぎも含めてやってます。まあ、ここでもいいと思います。落葉のフォロー。火はここですね。明星のフォロー。フェイスとかがあるとね、あの得点は稼ぎやすいですね。
ここもフルオートで全然いけちゃいます。まあ、ある程度やっぱりキャラのステータスが高くなればスコアは出しやすくなるんで、まあ、周回編成を組むだけじゃなくてそのアビリカードのレベルをしっかり上げるっていうこともすごく重要です。ここ今超必殺技使ったけど使わなくても20万はここは出せます。今のハイド、はい、ドラグナドラゴンロードだったら、こういった感じで、スキルシードを集めております。参考になれば、まあ、非常に嬉しいです。で他にもこういうところあるよとか、今はここがおすすめですとか、もしありましたら、ぜひ教えてください。コメント欄で教えてください。最後に、もう一度振り返りますと、火のシードは、明星の炎。で、水のシードは、祈りの道1。で、風のシードは、落葉の炎。で、最後の土のシードは、暁の炎。となっております。はい、ではご視聴どうもありがとうございました。もし参考になったよとか思っていただける方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。